どうもショータイムゴルフです。5番やん。190ピン手前。結構きついね、曲がりが。ナイス。かっこいいけど。2番。お、出た。あれ今日あんま使ってないですよね。使ってない？使ってる。そうなんですか。めちゃくちゃ使ってるよ。俺が見てないだけ。お、ドローしてこい。いいんじゃない？ちょうどいいかな。おお、あ、でかいかもしれない。でも乗ってる。でも乗ってる。ナイスです。6番。なんでそんなの。おお、高い。球高。うん。あ、右。落ちた。調子悪かった理由が分かったわ。何？スパイクがちゃんと閉まってねえわ。簡単でいい。簡単でいいっすね。これで調子よくなります。数少ないショータイムの女性視聴者のファンが気になると思うんですけど、はい、はいはいはい、クリスマスどうしてんすか。あ、クリスマスですか。クリスマス気になります。これ需要のある質問ですかね。あるよね。あると思いますよ。クリスマスは水曜で働いてます。ぜひ皆さん来てください。これでもこれ本当だ。本当に、うん、本当なんですか。うん、うん、クリスマス。でもこれ上がる頃にはもう年明け。そうなんだよ。ふざけんなよ。クリスマスね、予定ない。予定、仕事だから無理だわ。可愛く現れないお店に。お店に可愛く現れないね。そうなんですか。俺の方はね、俺の方はね、ちょっと失礼だけど。すごい失礼な答え、すいません。でも年齢層的に、そう、年齢層が結構ね、上なんだよ。俺がいるところ若い方も来てほしい。うん、まあね、横浜でホットなね、野毛っていうところがあるんだけど、野毛飲みとか、あのね、そう、野毛にもお店があるんだよ。そこはね、やっぱね、いいね。いるんだ。うん、いるいるいる。野毛いいよ、マジで。可愛い子いっぱいいるよ。今2店舗あるんですか。今ね、5店舗ある。あ、5店舗もあるんですか。すごい。すごいっすね。まあまあまあ。で、勝田さんはあの、あそこですよね。うん、あそこ。なんだっけ。日の出町の。人、日の出町。日の出町の本店。3回ぐらいお邪魔させてる。あ、そうだっけ、そんなに来たっけ。もう来ましたね。あ、来たね、翔太と来てるもんね。3回ぐらい翔太と来てるもんね。俺はもっと行ってる。え、てかさ、これさ、手前に池あったんだね。知らなかった。全然知らなかった。全然知らなかった。ちょっとショートしたら終わってたじゃん。そうだよ。ああ、手前の池は俺分かった。マジで。左にも2番打ってよかった。4番だったら危ないね。4番だったらちょっとなんか勝ったら終わってたよ。俺なんかさ、反射しててさ、なんかさ、池だとは思わなかった。反射してて。この前回りましたよね。あ、確かに覚えないから俺もさ。2回目は恥ずかしいっすよ。面白いことやってたんですけど、さあ、僕がのせいで撮ってなかったです。すごい面白かったんです。そんな面白くないですよ。まあ、このラウンド中にもう1回出るの。うん。待ちましょう。しゃあ、ちょっとナイスを。あざっす。はい、ピンはここです。普通に打ったら止まんないですね、これ。上げていく感じですかね。おー、うまい。じゃ、うますぎちゃったな。勝田さんのバーディーパット、下りフックですかね。するかな。フックちょっと最後らへんすると思います。お、早い。ほい。おー、欲しい。待って6フィート、5フィートぐらいのパーパットが残りました。入れって思ったけどね。ショータさんのバーディーパット、上りスライス。お、うまいね。ナイスタッチです。オッケー、オッケー。
よし、食った。思いっきり引っ掛けた。オッケー、ボギー。うわー、しゃ、フォーパー。おおせえ、危ねえ、あぶねえ、入った、出ました、準備してますよ、入ったいつまで撮ってるの、面白いこといつやるか分かんないからさ、面白いことね、そうやってるうちにはね、はい、出てこないよ、出てこない、俺いつもね、カメラ止まった時に面白いこと言うからダメじゃん、やっぱり食べてる姿も、ちょっとこっち向いて、ちょっともうちょっとこっち向いて、ね、もうね、何何もう本当にそんなところに、そのねえ、こっち向いてこんなところにね、チョコつけちゃって、かわいい、かわいいでしょ、数少ない女性視聴者にアピールしてんじゃねえよ、ゴルフはめっちゃうまいけどおちょこちょいなんですみたいな、 1.5% しかないんだよ女性、うん、少な、これでもそんなもんすか、 1.5% ちょ、こっち見て口の周りのチョコ吹けや全然カメラ向かれてる、身になってみろ、やばい、翔太さん、達也に、さんにこんな近くで行くかも、こんな感じだから、すいませんでした、で、面白いこと言ってとか言って面白いこと言ってちょっと反省した反省した、すいませんでした、いや、俺はいいっすよどうでした、ボギーどうでした、2連チャンは辛いです、2連チャン辛いね、ショータは調子どう、今日クソ悪い、クソ悪い、いつも通り、いつも通りクソ悪い、ドライバーっすか、ここは、あ、ドライバー、何だろう、何も言わない、今日はお願いします、仕事もできないんだもん、ドライバー、うん、おお、すげえ曲げるね、うまっ、ナイス、ナイス、めっちゃいい、うまっ、いいよ、どうなんだここは、うん、だからもうアイアン打ってるからね、スライス。大丈夫だ。大丈夫っすね。お正月はどうするんですか。お正月は1日休んで仕事です、2日から。マジっすか。マジっすよ。大変っすね。ね。どうなんすか。忙しいね。うん。来てくださいよ、2日から。全然大丈夫だもん。うん。ツーアイアン。ツーアイアン。まあ残り300ぐらいかな。オッケー、ナイスショー、250ぐらいっすね、うん、そのくらいだと思う、こっからボールフライト、あ、これ多分ね、ボールフライトめっちゃ綺麗に見えるわ、マジっすか、うん、雲一つない、晴天だから、綺麗に映ってる、グリーンのセンターからフェードで、ちょいフェードで、はい、フェード、ナイス、4番
うわめっちゃ、うわ跳ねた、カーパス跳ねて、この辺です。130、9番、はい、おお、いい感じ。目に決めましょう。翔太さん、3打目上げですか、これロブショット、はい、ロブショット、おお、あ、距離いいね、下手です。56、惜しい。ヒロパター、はい、惜しそ、あれ、え、めっちゃ跳ねた、どんまい、ショータのバーディーパット、うーん、オッケー、パ、ナイスパ、ピース、もうナイス、あ、ね、バーディーだ、おー、ナイス、ナイスです。今のパパって結構頑張ってるのでね。あ、パーだったの、うん、ナイスパーです、おざす、大輝帰ってきたのにね、全然会おうとしないよね、ね、あの3人で大輝と俺と翔太で始まったもんな、ラウンドな。そうね、ちょっとね、年内回りたかったけどね、大輝と ね、もう大輝のこと知ってる人なんていないか、いないよ、いないよ、忘れてるよ、みんな忘れてるよね、うん、大輝っていうねゴリラがいたんですよ。すごいんですよ、ゴリラがラウンドするっていうモニタリングみたいな企画だったんですけど、回りたいな、大輝と。誰が一番回りやすいメンバーで、メンバー、うん、楽なのは勝つや、楽だよ、勝つや楽。照れんじゃん。結構ね、まあ俺もみんな楽なんだけど、小5だけちょっときついな、きついね、なんか狂うよね、うん、調子悪くなるとさ、めっちゃ不機嫌になるしな、ね、あれ良くないよね、良くない、あれ絶対良くない、みんなに叩いてもらわないとね。俺がバンカーに パールドライバーですけするんで、そのうちコメントしてくれた方絶対するんで、埋めるんで、待っといてください。いますよね、いつもコメント1回埋めた方がいいよね、3回くらいさ、連続でさ。18番、ほんとに当ててきたんだけど、まあ、ベルトに当たって、逆に よかった、でなくてよかった。こうやってさ、切り返しの練習したらさ、当たっちゃったよな、わざと。あね、ほんとはなんかすごいゆっくり当ててあげようかなと思ったんだけど、思ったよりしなりがめっちゃ危ないよ、あれ当たったら、かなり強くいったの。ごめんね。あ、いいじゃん、調子いいじゃん、すげえいい、ナイスショ、ナイス、飛んでもいるんじゃないですか、これは立ってくださいよ、翔太さん、うわぁ、これやばくね、どういった、右、パップ、この方向ですね、マジ、うん、すげえ結構右も行きましたよ、今今いい感じだった、
まあ大丈夫ですね。かぶっちゃった、かぶっちゃった。おっ、ちょい左。ジャルジャルが毎日さ YouTube 上げたんだ、めっちゃ面白いから見た方がいい、見よう、参考になる。野菜の勝也は YouTube やってない。野菜の勝也は YouTube やってない。やろうかな。365日ネタを上げるっていうのやろうかな。全然これ関係ない。なんかね、大変そう、編集が。編集した何やろすか。91やろ。はい、2番やん。お、お、オン、ナイスオンです。全然大丈夫じゃん。全然じゃないです。いや、めっちゃ右曲がってたから、思ったより、思ったよりラフ側にあったわ。いや、でも結構きついね。9番で木の間からドローでグリーンオン、それすごいよ。やったら、やってのけたら、やっちゃうの？ここから道路したらすごいよ。打ち出しがね、まず狭いからね、もう。ああ、やばい。池坊ちゃん。うん、9番で、155、9番。左のラフからです。ちょっとつま先上がり。うん、どこや。バカでしょ。65、60ヤードから9番。それどうすんの。池ギリギリの落として。これは正気の沙汰ではありません。え、あぶねー。うまい。あー、ね、うん、ボール拾うやつ落ちてるな。うん、落ちるなよ、落ちるなよ。あー、以前僕が紹介した僕の御用達のボール取り機、翔太に貸してあげました。これだ、これだ、これ取れるのか。はい、50、60。はい、結構ロベで、かなり入念な素振りを5、6回した後のロブ。うん、うまい、ナイス。パターでいいんじゃないかというところを8番で。やけくそなのか。入れる気です。惜しい。 OK、 左のパットね。翔太が日本オープンで初日最終ホールバーディー取った、こんなパットにしたいと思います。めっちゃすごいロングパット入れたもんね、翔太あの日。そうだっけ。覚えてない。覚えてない。もっと短くなかった俺の。これくらいだった。やばいよこれ。どう、チキン。どうなの。あー、もう絶対入れるぜ、男として。ナイス、ナイスパー。俺いくつだ、ボギーか。あ、ダボだ俺。やったら、よし、はい、
この動画がいいと思ったら高評価、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。